Thank you.
rise up, church. Rise up, church, with broken wings. Fill this place with songs again of our God. Oh,
はようございます。風邪流行ってるそうですけど元気ですか？僕多分電車の中でちょっと風邪うつって鼻水とか出て、今日はもう喉とかマシで治ってます。まあ家の中にうつせる人がいるっていうことは幸せやなと思います。あるところに若い男の人が2人いました。一人はモテる男の人、もう一人はなんであいつモテてて俺モテてないねんっていう人、この二人がいました。研究したそうです。そのモテない君はなんでモテるんやろうか、ある時分かりました。モテる男の秘訣は、モテる男の秘訣は女性の誕生日を忘れないけれど女性の年齢を忘れてしまうそうです。僕はまあ誕生日も忘れてしまうし年齢も忘れてしまうのであかんやつやなと思いますけど、まあ、聖書の話だけはいつも忘れたくないなと思っています。今日の箇所は読んでたら避けて通りたい、聖書からまあ取り外したいって思うぐらいなんか厳しいことが書いてあって、まあ、ここ嫌やなと思いました。怖いこといっぱい書いてありますし、でも聖書にいらない文字は一つもないので、こう皆さんと一緒に読んでいきたいと思います。手のこと、まあ、足のこと、目のこと、42節読んだら、私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものは、つまずきを与えるようなものは人を倒すとか、まあ、滅ぼすという意味です。言葉は悪いですけど、まあ、人をそうやってつまずかせるんやったら死んだ方がマシやっておっしゃったようなもんです。聖書の中でイエス・キリストを信じている人に つまずきを与えるなら大きい石臼を首につけられて海に投げ込まれる方がマシ、まあ、石臼って困難なんですけど、これでなんかオリーブオイルとかここからぐる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 回してやるんですけど、こんなん首につけられたら海に放り込まれたら確実に誰でも海の底に行ってしまう、大変です。まあどんなのかというか、もう一枚あるんですけど、人間とかが必死になって動かせんからロバを使って動かすぐらい、まあ、ほんまに重たいものが首につけられる、そっちの方がマシやっておっしゃっています。イエス様は僕たちが人からつまずきを受けることは、まあ、特に問題されていないようです。あの人がいるから私なんか嫌な思いしたわとか、つまずいたとか、あんなきついこと言われたからもう行くん嫌やわとか会うん嫌やわとか、まあ、そうじゃなくて自分が人につまずきを与えることを大事とか厳重に注意されています。自分はどうするか、つまずきという言葉はスキャンダリゾーというギリシャ語です。まあ、道に歩いているところに罠を仕掛けるという意味があります。スキャンダルの語源です。まあカタカナ英語で読んでますけど、もっとほんま発音いいと思うんですけど、スキャンダルの語源です。後でセイ君に習います。自分の行動や言葉を大切にしたいなと本当に思います。次は43節だけ一緒に読んでいただけるでしょうか。43節、はい。もしあなたの手があなたのつまずきとなるならそれを切り捨てなさい。片手で命に入る方が、両手で揃っていてゲヘナの消える火の中に落ち込むよりはあなたにとって良いことです。むしろあなたの足があなたのつまずきとなるならそれを切り捨てなさい。片足で命に入る方が、両足揃っていてゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。もしあなたの目があなたのつまずきを引き起こすのならそれをえぐり出しなさい。片目で神の国に入る方が、両目揃っていてゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。そこで彼らを食う宇治は尽きることがなく、火は消えることがありません。自分の
手やったり足やったり目が自分でつまずきを、まあ、与えてしまう、まあ、それを切り捨てなさいって聖書に書いてある言葉は、まあ、今すぐ切り捨てなさいというふうにも訳せるそうです。今すぐ、まあ、怖いですね。今すぐです。でもこれ実際に体の一部をもう今でも手とか切ること、足切ること、目を取ること、イエス・キリストは進めているわけではありません。この手で、この足で、この目で犯してしまう罪をそれほどまでに忌み嫌いなさいという言葉です。罪と神様の絶対的な清さはどうやって混ぜようと思っても混ざり合いません。ミックスジュースのあの機械みたいなウィーンってやっても絶対混ざることがないです。コーヒーとミルク混ぜたらカフェオレになりますけど、神様の清さと罪は混ざらない。一つ目のポイントは、神様と罪は混ざらない、混ざることができない。弟子たちはイエス様と一緒に歩んでいますが、どうでしょうか。ずっと今までマルコの福音書とか読んできて、心の中は誰が一番かとか、俺の方がイエス・キリスト、先生についていってるから町の人たちよりも偉いとか、いつイエス先生がほんまの王様になって俺らはいい暮らしができるんやろかとか思っていたかもしれません。イエス様の近くにおるけど罪と混ざり合ってしまっている。誰かを蹴飛ばして倒して転ばして、自分が自分がです。先々週から3月20日までの短期のバイトを始めました。6月にモンゴルに行こうとしています。豊中にある会社です。朝9時から夕方の6時までです。模型を作っています。めっちゃ細かいピンセットでの作業で、5ミリくらいのもう何千ってある屋根を一個一個筆で塗っていって完成させるっていう、模型とかプラモデルが好きな人にはもってこいなんですけど、僕そんな細かいのめっちゃ嫌いなんですけど、一個一個こう色塗ってて一日中色塗るんです。だからもうずっと犯罪者の顔にやられるモザイク見てるみたいに、だんだんこう目がおかしくなる作業を1日、9時から6時まで1時間昼休憩あるんですけどやっています。神経を使ってお腹も空いて夜帰ってきます。女の人を敵に回すかもしれませんが、美味しいご飯を作って待ってくれているのが女性、これが完全な男の人の理想です。先々週、先週ですね、仕事を終えて帰ってきたらハンバーグでした。うわやったーと思って、もう早速パクって食べたら、いい言い方したらミディアムレアでした。赤かったんです。で1秒でも早く食べたいのに、ハンバーグ全部体に入れたいのにもう食べれない。噛んだ瞬間うわみたいな感じになって、もうこれ電子レンジで温めなあかんやんって、デミグラスソースかかってるからソース焦げるやんとか思いながら、僕もタカちゃんも2人おるので10分ずつなので20分待たなきゃいけません。もうイライラもピークになってもう怒ってるんです。作ってもらえてもう食べれるものがあるだけで、後で考えたら感謝なんですけども、その時は何も考えられなくてイライラです。もうそこから僕はお風呂に入るまでずっとこの眉間にシワがいっていたそうです。あと無言になるタイプです。僕がこの聖書の文字通りに生きていくと、手も足も目も全部ない状態です。今日もここで皆さんに聖書の話をできないものです。人にきついことを言ってしまったこともありますし、いろんなことを思い出したりしたら言い出すとキリがないです。あんなことした、こんなことした、自分の失敗があります。クリスチャンなのに急いでたから信号無視したとか、運転荒いとか友達に言われたことあります。クリスチャンのに大丈夫なのみたいなことも言われたことあります。イエス様を信じているのに汚い心になってしまう。箴言の8章の13節お読みします。箴言の8章の13節、主を恐れることは悪を憎むことである。箴言の8章の13節です。メモでもして家で
開いて読んでみてください。主を恐れることは悪を憎むことである。憎むんです、自分 vs 罪、敵になります。敵やから全く仲良くないんです。スポーツでも、まあ、阪神ファンと巨人ファンの戦いになるとすごいです。まあ、ヤジがオラーとか打つなやとかほんまにこらーとかヤジがいっぱいだそうです。まあ、昔の方がもっとひどかったそうですけど、人間はすぐに罪、良くない思いと握手してあどうもどうもって仲良くなってしまいます。知らん間に肩を並べて敵なはずが仲間になってしまう、そんな性質が人間にあります。2つ目のポイントは、人間はみんな罪の性質を持っている。人間はみんな罪の性質を持っている。悪はどんな悪でも避けなさいともテサロニケ第1の5章の22節に書いてあります。テサロニケ第1の5章の22節に、悪はどんな悪でも避けなさい、何回ここ読んでも書いてあるのに避けれない現実です。どうすればいいでしょうか。どうすれば罪をちゃんと敵にして神様の前で清く歩めるでしょうか。第2コリントの5章の21節一緒に開いて読みたいと思います。第2コリントの5章21節第2コリント5章の21節新約聖書320ページです。新約聖書320ページ。一緒に読みましょう。はい。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。罪となられて死んでくださった。イエス様が死んでくださって蘇られたことを信じて生きていくことです。自分の手や足や目で犯してしまったことはどうやっても取り返しがつきません。何十年前のこととかついこの間のこととか時間を巻き戻ししても修正することしても無理です。どんな偉い人でもそれはできません。お金出しても時間かってそんなこと無理です。イエス様を信じて、うわ信じた、ほんまの神様やってなってハッピーエンドですぐに天国に行けたらいいですが、そうじゃなくて信じたらみんなこの地上で、まあ、罪がある中で生きていきます。なのでうわーってみんな落ち込んでいきます。神様信じてるのにこんなところやったらあかんわと落ち込むことは誰にでもあります。けれどそんな時にイエス様を見ます。十字架見上げます。何のためにかかってくださったのか。全く罪を犯さなかった方が僕の私の代わりに罪を背負って死んでくださった。私の罪は十字架上の、まあ、十字架のイエス様に移されました。全部罪の重たさを知って、まあ、自分の罪全部背負ってくださった、まあ、覆ってくださったイエス様を信じて恐れて、神様は神様ですって恐れて歩む、まあ、どうしてもあかん方に転がっていきやすい人間ですが、その度ごとにキリストと一緒に生きることを選ぶことが大切です。ハッピーエンドじゃなくて神様と一緒に生きていけることは、ある人が言ってたんですけど、ハッピーエンドレスです。天国に行ってもずっと一緒。49節から50節一緒に読みましょう。49、50、はい。すべては火によって塩気をつけられるのです。塩は効き目のあるものです。しかしもし塩に塩気がなくなったら、何によって塩気を取り戻せましょう。
あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい。そして互いに和をして暮らしなさい。仲良くしてねと。このここに書かれている火とは何でしょうか。2つ解釈があります。1つは聖霊に満たされるということです。バッテスマのヨハネがこう言っています。マタイの3章の11節です。開ける方は開いてください。マタイの3章の11節お読みします。私はあなた方が悔い改めるために水のバプテスマを授けていますが、私の後から来られる方は私よりもさらに力のある方です。私はその方の履物を脱がせてあげる値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマをお授けになります。二つ目の解釈は試練です。第一ペテロの一章の7節お読みします。どこかにメモしておいてください。第一ペテロ一章の7節、あなた方の信仰の試練は火で精錬されつつ、なお朽ちていく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることがわかります。この2つの御言葉を読んだ時に、火の中を歩かされた話を、旧約聖書に書いてある話を思い出します。ダニエル書3章、開ける方は開いてみてください。ダニエル3章、ネブカデネザル王さんが建てた60キュピト、高さ30メートル、幅3メートル、約8階建てのビルぐらいの像に対して、王様はこれに伏し拝んでひれ伏せってもう命令を出します、みんなに。その中で拝まなかった者がいました。その人たちを読んで王様は、最後のチャンスや、今楽器の演奏があるから、その時にこの大きな像に伏し拝んでひれ伏したら燃える火の中に入れる罰はやめといたろう、この俺様の言うことを聞けって、どの神がお前たちを救うことができるんや、早くひれ伏せ、まあ、ガハガハガハと笑っていたと思います。そしたら王様に対して、王様、私たちの身にどんなことが起ころうとも心配はいりません。たとえ燃え盛る炉に投げ込まれましても、あなたの神々に仕えたり拝んだりしません。それを聞いた王様はカンカンに怒って顔真っ赤っかになって、おいって、いつもより炉の中を7倍熱くしろ、そこにこの3人を掘り込め、その像が本当の神様でも何でもないただの像やって知っていたシャデラク、メシャク、アベデネゴは拝みませんでした。軍隊の中で一番ガチムキ、ムキムキな人がその3人をこう縛りました。服を着たまま縛ります。投げ込む係の人がそこの牢まで連れて行きます。その投げ込む係の人が焼けて死ぬほどの炉の中に縛られたまま、すごい炎の中に投げ込まれます。音もすごいし、投げ込まれて連れてきた人も死んでるし、そんなすごい中にこの3人は掘り込まれます。王様の心はどうやったでしょうか。満足したと思います。ほら見てみろ、俺の言うことを聞かなかったから。しかしじっとその罰を王様が見てたら、炎を見つめてたら、突然王様立ち上がって、えって、おい、投げ込んだのは3人のはずやろ、さようでございます王様、でもよく見てみろって、4人おるやんけ、きつく縛ったはずの縄が解かれてる、なんていうことや、しかも神様のような方が一緒におるぞ。ダニエル書3章の話です。火は試練と取ることができると言いました。試練を通るときに余計なものがなくなります。自分を縛っていたものが焼き尽くされる、自由にされます、すべて焼かれてなくなります。
火の中で自由になる、試練の中で自由になる、ちょっとわけがわからないんですけど、ここにはっきり書いてあります。溶けた金属の浮きカスを燃やすことによって金や銀から不純物を取り除きます。そして本当の金と銀になるそうです。ペテロの箇所でさっきも読んだんですけど、信仰の試練は火を通して精錬されて されてもなお朽ちていく金よりも立っといい。二つ解釈があると言いましたが、どっちともそうやなと思います。誰も試練は自分の頑張りでは乗り越えれません。神様が共におられたから、この三人、シャデラ、メシャク、アベデネゴは死ぬかもしれない、もし先に死んだ人がおる、その中に放り込まれて試練の中を神様と共に歩むことができた。もう8年前のことになりましたが、何度も話していますけど、やっぱりこの留置所っていう場所のことを思い出します。ご存じない方もおられるかもしれませんが、まあ、警察署の中にあります。部屋に時計がないし、今何時か分からへんし、大変です。何時間皆さん耐えれるでしょうか。僕耐えれなかったです。電話もメールもできない、誰とも連絡も取れない、同じ部屋の人ともあまり話してはいけない、もちろん犯罪者なので、どこから来たかとか話したら後で出た時にややこしいことになるか話してはいけないし、思っていることを口に出してもいけない。一日ってこんなに長いんかと初めて思いました。ほんで時計もないし、イライラしてました。自分が法に触れる悪いことをして捕まったんですけれど、どうすることもできない、手も足も出ない、お金も役に立たない場所でした。そこで2ヶ月過ぎた時に、とうとう聖書を読み始めました。どんどん読んで、2ヶ月過ぎた時、とうとう聖書をもう全部、2ヶ月くらい、3ヶ月入ったんですけど、最後まで全部読んで、まだ時間があって、2回目ももう分からない箇所がいっぱいあったので、もうとにかく読めと思って2回目も全部読んで、その時に分かったことは、こんな罪だらけの僕の代わりに神様の子、一人子、キリストが十字架にかかった事実です。おとぎ話でも何でもない、僕が十字架にかかって死ななあかんかったのに、イエス・キリストが代わってくださった、それほどまでに愛してくれている。自分がしんどい時だけ、悲しい時だけ、その時だけ一緒にいてくださるのでなくて、常に一緒にいてくださっている、そのことが分かりました。聖書を読んでいくうちに、それまでの人生で大事にしていた間違った宝物、それを握りしめていたことや、僕の中の不純物が聖書によって取り除かれていきました。取り除かれた時にはっきり分かりました。イエス様は神様の子やったんや、イエス様は神様なんや、神様はイエス様なんや、イエス様は神様なんや、なんかずっと自分に言い聞かして、分かりました、この方にしか救いはないんや、僕はどこをこうやって切っても、罪人ですけど、聖霊様がうちにおられる、感情的じゃなくて、賛美歌ってる時、ワーシップも歌って気持ちよくなってる時だけじゃなくて、何も感じない時、散歩してる時も、ラムーで買い物してる時も、駅改札入れた時も、自分が語りかけなくてもいてくださってる、三つ目のポイントは、自分が塩になるんじゃなくて、イエス様が塩、自分が塩になるんじゃなくて、イエス様が塩、この塩、イエス様がうちにおられます。塩は日本でも仏教の葬儀をするときに、塩を参列者に配る場合があります。
葬儀に出席して帰宅すると、まあ、家に入る前に自分にこう塩をかける人もいます。お清めの塩です。これ調べたら迷信だそうです。いろんな宗派が仏教にありますが、使う宗派と使わない宗派があると書いてありました。ユダヤ人のしきたりの中でもそれがあります。エルサレムの神殿には塩の蔵がありました。神殿に神様これですって捧げられるものが清められるために塩がそれに塗られて使われていました。あるいは親が子供に清めの塩を塗りつけるっていう習慣もあったそうです。外側から塩を塗って清めるという習慣です。でももう今の僕たちは外側から塩を塗って清めなくてもいいんです。信じた人には内側に塩がある、聖霊様が住んでくださっている、だからもう清い、塩気を保っている。たとえ試練の中でもイエス様と一緒に生きるときに塩気がある。イエス様が塩です。頑張って自分で塩になるんじゃなくて、イエス様が塩、イエス様に頼り切っているときに、うわ、なんかあの人塩気のある人やなって、周りが見てもどんな厳しい試練の中通っても、なんであの人元気というか生きていってるんやろうと思うような出来事がこの罪の世界だからいっぱいあるんです。でもイエス様と一緒にいるときに味のある人間、塩気のあるものになります。もう一度49節50節を読んで終わりたいと思います。マルコ9章49、50節、はい、全ては火によって塩気をつけられるのです。塩は効き目のあるものです。しかしもし塩に塩気がなくなったら、何によって塩気を取り戻せましょう。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい。そして互いに和をして話しなさい。お祈りします。愛する天のお父様、私たちのうちに住んでくださって塩気を保ち続けてくださっていることを感謝します。もう外側から何か塗って神様に認められたり清くなろうとしなくていいことを感謝します。あなたを信じた時にもうみんな塩気のある人間です。周りの人たちに塩を分けて与える、イエス様を分けて与える人として私たちを作り変えてくださったことを感謝します。一人一人にいろんな人生の物語があって、苦しいことや誰にも相談できないこともあります。その中を一人で通っているように思う時もありますが、旧約聖書に書かれてあるように3人で死の思いをして通った場所に神様がおられたこと、あなたを信じていない人が神様を見るような生き方ができるように、私たちの内にある塩が周りに溢れてくださいますようにお願いいたします。イエス様、あなたが塩となって今週もあなたに頼り切って生きていくことができますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。それぞれお祈りしましょう。